ピックでキャン通信をした様子を動画に撮っていますノードが2つあってその双方から8バイトデータを送受信させてやっていますデータがぶつからないような送信シーケンスで行っているのでとりあえず表示を見る限りにおいては えー、コリジョンとコリジョンというか、えー、データ同士がぶつかって、えー、送信が止まっているようなことは、えー、見て取れません。えー、でこれが送受信の、えー、バイトを全部、えー、表示させたものなんですけど、まあ、インクリメントしたデータが、えー、送受信できていることが確認できると思います。 動画で動いていたハードの基本構成図になります送受信のタイミングはタイマーゼロ割込みで管理していますノード同士で非同期に8バイト送信を500ミリセック間隔で行います送信データは1秒ごとにノード1からは1バイト目をインクリメントした値をノード2からは1 2バイト目をインクリメントした値を送信していますどちらのノードからもデータバイトはインクリメントしたバイトを含め8バイトをデータバイトとして送信しています細かいエラー検出などチェックはしていません受信バッファーのオーバーロード上書きもチェックしていません目視で データがインクリメントされて送信されているのを確認しているだけです。データを送受信するだけなら比較的簡単なんですが、確実に送受信が行われているかチェックするには、えー、まだこの行動量では足らないと思われます。エラービットの検出対応と、えー、送信が集中した場合の受信バッファの 上書き取りこぼしがないような設計が必要だと思われますそれで、えー、マスターとスレーブという関係が CAN の通信にはないのでノード1ノード2全く同じコードで動いています、えー、違うのはノード識別のフィルター ID だけですそこは書き換えないと通信することができません ノードの違いによって書くコードが変わることがないっていうところが CAN 通信の素晴らしいところだと思います。他の例えば I2C などはマスターとスレーブ全く違うコードを書き込まなきゃいけないんですけど CAN 通信の場合は本当に全く同じコードでノードの 識別フィルターの ID だけを変えるだけでいいので、まあ、それを書き込むだけで動いています。今回採用した CAN 通信の送信フローです。複数ノードと送信が競合した場合アービトレーション調停がハードの方で行われます。黄色いところがハードの処理です。 緑のととこころろはソフトウェアで処理すするところになりますハードが処理した結果、調停負けした場合、送信ライン上の送信波形が消去されて再送扱いになります。ソフトは MCP2515 の CAN ンコントローラーのフラグを見て状況を判断し、 再送するか送信完了したかを確認します。データの送信は最大13バイトを書き込んで TXB0 バッファーに書き込んでコントローラーレジスターの TXREQ リクエストビットをセットするだけで送信シーケンスに入っていきます。 そ,そ,こえー、そこで、えー、アービトレーション調停がハードの方で、えー、行われて、えー、他のノードと、えー、送信の、えー、競合が、えー、調整されてい、えー、くことになります。これでとりあえず送受信のひな型のコーディングができたと思うんで。 残りの、えー、キャンコントロールの、えー、通信シーケンスのコマンドとかまだ全部、えー、一通りは、えー、コーディングし終わってないんですけど、まあ、とりあえずデータのやり取りが送受信ができるひな形ができたっていうことで、えー、これをもとに、えー、徐々に改良して。 エラー処理とか受信処理の確実性を上げた行動を追加して書いていけばうまくいくんじゃないかと思います。まあ、あと台数を追加してみてちゃんと動くかっていうチェックもこれからしてみたいと思います。とりあえず送受信のひな形が出来上がったんで動画にしてみました。 以上で終わりたいと思います。